皆さんこんにちは、フロマスクです。今回は Steam で近日配信予定のエアポートリノベーターのデモ版に挑戦していきたいと思います。はい、ということでこちらは2021年10月1日に Steam でデモ版が配信予定のタイトルの通り空港をリノベーションしていくシミュレーターゲームですね。関係者の方にゲームを提供してもらったんですが、これ以前プレイしたホテルリノベーターと同じ開発なのかな。ここにも出てますね。残念ながら日本語には対応していないんですが、早速どんなゲームなのかプレイしてみましょう。製品版ではこれがどんどんいろんな国の空港をリノベーションできるようになるのか。日本はないのかな。まあいいや。よし、じゃあデモ版できるここ行ってみましょうか。はい、ブラジルとか山の奥なのかな。ムービーがある。おお、あ、ドルニエかなあ、かっこいい。エアポートリノベーターですね。ちょっとドルニエっぽい機体ですね。何これ秘境空港なのかな。陸路では行けないっぽいですね。パラシュートで降下してる。おー、あ、これでやってくんだ。なかなかすごい始まり方ですね。あ、ハインドドア、あ、ハンガーのドアを見つけろ。斧で、パドロックを壊せ。右クリック長押しでアイテム選択と。で、左で壊せると。おほう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 。このまま、あ、いか。そのドアごと斧で壊せばいいのか。あー、南京錠のことか。パドロック。はい。で、F で。フューズボックス。こっち側か。これですね。F でターンオン。ライトはついたのか。ラジオは消しときたいけどな。はい。で、トランシーバー。はい。アメリアさん。なんとなくホテルリノベーションに似てるな。あ、カットザツリー。あー、空港近くの邪魔な木を切れと。どれぐらいの期間この空港使えてなかったんだろうか。だいぶ荒れ張ってますよね。しかも近くに何もないけど、これ空港リノベーションしても使う人いなさそうですけどね。お、あ、なるほど、貯める系だ。ホテルリノベーションのハンマーと一緒ですね。この根っこの部分も切れるのかな。あ、ここはダメなんだ。1回だと、あ、こういう感じになっちゃうんですね。やっぱ3つ貯めて一気に切らなきゃダメか。はい。お金がもらえてんのこれ。木を切ることでお金がもらえてる。はい。ほい。なんかカスタマイズ要素とかもあんのかな。でも空港だとそんなにできなそうですけどね。あ、すごい。切った角度で変わる。最後の一本ですね。はい。草むしりとかもしなきゃダメだな。あ、サプライドロップ、エアドロップ。おー、なんだこれ。エアドロップ落としてくれるみたいですね。あー、来た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 。エアドロップインカミング。おー、そのまま落ちてくんの。おっ来ましたね。な
off some steam on these crates with your axe. はい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 、はい、これで壊すと。はい。あ、な、なにこれ。チェーンソーか。ちょっと待って。はい。ん？いや、これは草を燃やすあれじゃないですか？まだ壊さなきゃいけない。はい。Oh, great. あ、ブロワーだから吹くやつか。That grit on the runway looks dangerous. It's the last thing I want to land on. Blow it away, please. サンド、砂をこれで払う感じかな。おお、あ、こんなに汚れてたのか。ちゃんと下に滑走路のあれが残ってましたね。滑走路の幅が狭いな。わあ、すごいすごいすごい。これ全部砂で覆われてたのか。白線が見えてきましたね。これ気持ちいいな。はい。あー、でも大変ですね。全部掃き掃除して、ここら辺もきれいにして、これでかい空港になったら大変だな。相当時間かかりそうですね、この作業は。これまた終わったらエアドロップで来るのかな。ちょこっとずつツールが増えてきそうですよね。よいしょ、もう一息。はい、26で、あっち側もやんなきゃいけないのか。これもなんかちょっと残ってんな。微妙に砂が残っちゃってる。この雑草も取らなきゃいけないですよね。はい、綺麗にしていきましょう。この作業結構気持ちいいですね。砂の舞う感じがいいな。あんまりこのブロワー使うことないですよね、他のリノベーション系のシミュレーターゲームでも。多分初めてじゃないかな。よしよしよし。あ、もうここで終わりかな。よいしょ。これリノベーションしたらちゃんと飛行機が離着陸するようになるのかな。あー、なんかゴミも落ちてるけど。あと 5% 分。え、5% もある？お。結構細かいですね。ちゃんとやらないと、あ、ここら辺か。はい。いけたかな？あ、エアドロップだ。やっぱ。ツールは一個一個エアドロップできるみたいですね。この飛行機も大変ですね。あー、落ちた。またこの辺りかな。真下にいたら潰されちゃうかな。あ、いける？あー、こっちか。お、あー。Let's check what new toy is hiding in the next delivery box.次のボックスですね。何これ。あー、芝刈りだ。芝刈りというか雑草、雑草除去ですね。芝刈り機が来た。よいしょ。あ、取れたかな。はい、やっぱそうですよね、雑草邪魔ですもんね。はい。But mowing with your new grass trimmer will be a lot of fun. More grass, more fun. いいですね。これ、これ以上は綺麗にならないのか。え、これ、どのあたりまでやればいいの？あ、このあたりってことか。滑走路周りの雑草全部お手入れしなきゃいけないみたいですね。いや、これもまた大変だな。滑走路の中の雑草もです。うわ、これすごい。やばいな。めちゃくちゃ範囲広いな。こう乗るタイプの芝刈り機が欲しいですね。この広さだと。
手作業だとなかなか大変。まず周りからやっていくか。石もあるけど、これはピッケルでやるのかな、後で。とりあえず、ここら辺も、まあいいや、あと今 25% まで来ましたね。あー、ターミナル近くの雑草も枯れって書いてある。やばいな。この滑走路周りと、ターミナルの近くの雑草全部、刈り取らないといけないみたいですね。ゴミもひどいな。かなりゴミも残ってるんで、それも多分後でやるんだろうな。これがターミナルになるのか。この中とか結構カスタマイズできるのかな。あーすごそう。あーだいぶ中も荒れてましたね。ちらっと見えたけど、とりあえずこの辺りもなんかドラム缶とかも落ちてる。あ、でもお金めちゃくちゃ入るな。よいしょ。この辺りもやるか。でもグラフィックとか効果音はデモ版だけどかなりクオリティ高いですね。作業してる感がすごいあるな。ここら辺も全部きれいにして、こういうとこも気になりますね。これあ、これ当たっても大丈夫なんだ。なんか鳴ったな。あー、ターミナルはもういいんだ。だいぶ気になりますけど、じゃああとは滑走路周り行きましょうか。滑走路の中は後でいいかな。一度バーッと行っちゃうか。芝刈り機の要領で。まずは直線で攻めていきましょう。あ、でももう 50% いってんだ。こう一気に行けば終わりそう。まずは周りをこういう感じで行って、あーでもやっぱ左右にこうやった方がいいのか。こっちで行くか。あと 30% ん？なんかお金の音が変わったな。あー汚い。あ、ソロの中もやっていきましょうか。滑走路上の雑草取っちゃう。はい、この雑草の前方が気持ちいいですね。よいしょ。で、あとはこの辺りか。あー、この辺りもやっちゃうか。はい、ここら辺もひどいですね。あと 8%。 あれもうなかなかいい感じにはなってきたな。もうこの1列いっちゃうか。ちょっとここら辺気になるな。この辺り気になっちゃいますね。はい、まあ多少はあっても問題ないから。あともう一息。99%。ああ、いけましたね。ただ、だいぶ残ってるからな。いいの？こんなので。ちょっとエアドロップ来るまで、芝刈りしとこう。まあだいぶ綺麗になったんですけど、あと石危ないですよね。ああ、来た。Time to open this new box quickly. はい。I'm curious what's inside. 次なんだろう。ピッケルかな。ん？なんだこれ。あ？何これ。あー、高圧洗浄機かな。
え、なんだ違うのかな。プレッシャーワッシャー。Wow. Excellent. 高圧洗浄機ですね。This terrace is reminiscent of a previous era. You better wash it well. なんかこういろんなリノベーション系で出てくるやつの総まとめみたいな感じだな。これで、はい。これも気持ちいいですね。あ、すごい強力。ちょっと某ゲームでだいぶやってましたけどね、高圧洗浄。あー、すごいですね。あっという間に取れる。はい。ん？これは？こういうところの汚れが結構残ってますからね。あ、もう全面やる感じかな。はい。よし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 。だいぶ強力なんであっという間に終わりそう。裏側もいろんなとこやれって書いてあるんだ。壁もアウトサイド、あ、今壁やってんのか。フロア、中のフロアとか、あと中のものを斧で壊せとも書いてあるな。まずは外側バーってやっちゃいましょう。これは一度さらちにして一から作った方が良さそうなレベルの汚れ方ですね。おっと、荒れ果ててんな。これは先に斧で壊した方がいいか。とりあえず壁部分あと 5% なんでさーっとやっちゃいたい。よし、外の壁は OK と。これはまず最初に斧で壊した方がいいな。こういう感じか。はいはいはい。バラバラにしていこう。で、中も入って。わー、ひどいな。これ全部壊しちゃっていいんですよね。範囲攻撃効くかな。どうなんだ。一発一発やった方が早そうですね。とりあえず、まず中のものを全部破壊して、破壊できる分だけまだ楽で良かったですね。これを、ゴミ出しで一個一個手作業で出さなきゃいけなかったら相当時間かかったな。はい。ここも、受付みたいな感じになってるのか。全部壊しちゃっていいんですよね、家具とかも。これも設置すんのかな。はい。これも壊して、トイレも壊すのか。この中が自由にカスタマイズできそうですね。はい。OK。あとは、高圧洗浄機で、きれいにしましょうか。はい。これ天井もやんなきゃダメか。まずは壁からきれいにしちゃいましょう。すぐ終わるかな？あ、その、時計も壊さなきゃいけないのか？後で壊すか。だいぶ綺麗になってきましたね。これ時間経過は進んでんのかな？ちょっと日が暮れてきた。はい。嘘。まだ結構汚いですよね。あれ、まだダメでしょ。あ、最後のサプライ。ちょっと待って、これ汚すぎでしょ。さすがにこれで終わらすのは、あれだな。もうちょっとせめて綺麗にしてからやりたいですけどね。いいのかな？今回、なんか備品とか置くとこまでいかないのかな？屋根は大丈夫なのか、これ。屋根もですよね。もう天井部分も汚いままですもんね。あ、ていうか、日が暮れてきてる。ん？ああ、これか。まあいいや、ちょっと、最後のサプライ。ライトないのかな？あ、ないこれ。ないこれ。
動いてる。何これ、生き物なんか動いてるんですけど、何これ。はい、はあ、あ、ライト。あー、ライトを置いてけと。あー、なるほど、滑走路用のライトか。色は赤がいいですよね。あ、でもどうなんだろう、青、これぐらいにしとくか。いろいろ変えられるんですね。ほう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 。あ、これをいっぱい置いてけと。滑走路用のライトだ。なんか緑にしようかな。緑にしよう。これにしましょう。これの方が。綺麗。青でもいいのか。青でしたっけ、こういうのって。いろいろ迷っちゃうな。青にしようかな。こっから青にしよう。こんなカラフルにしちゃダメか。滑走路のライトって何色でしたっけ。青だった気がするけどな。これもう降りてくるの、飛行機。着陸するのかな。その端っこだけ赤にしようかな。ん？はい。おお、あー、きれいきれいきれい。あ？なんだ？無線が。チェックフューズボックス。これライトないのか。あ、コントロールであった。コントロールでライトですね。おお、きれいきれい。ラジオレシーバー、これか。はい。あ、またやんなきゃ。あー、なるほど。あ？あ？あ、終わった？なんだ、俺。あー、どれぐらいできたかがわかる。23% か。あー、着陸してきた。嘘。もう来たんですけど。あー、どんだけやったかで報酬が変わる感じか。一応もう着陸できるようになってますね。ゴミだらけだけど。おー、とりあえずデモ版はここまでみたいですね。いや、これもまた面白そうですね。ちゃんと全部 100% にして終わらせたい。また製品版が来たらプレイしてみましょう。ということで今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。